はい、高田の馬場の、あ、どうぞすみません、高田の馬場の、ミャンマー料理店をちょっといくつか、食べ歩いてます。今日はですね、前回の、ババヌードルに引き続きちょっと隠れ家的なお店に来てます。隣に大関があります。早稲田通りにいろいろ中国系のお店とか、特に中国のお店多いですね。隣は、牛肉の、ね、牛肉麺のお店かな、ね、非常にね、そういうアジア色の強いお店が多いんですけれども、今日はそのミャンマーの隠れ家的な、ね、お店、全陽ってところに来てます。全陽、ランチやってるんですね。ここはもともとマティさんがですねオーナーのお店で、マティさんがねご自身でお店をやったり、また他の人にお店をちょっと貸したりとかいう感じでやって、今はですねこの全容に貸し出している感じですね。地下なのでね、さっきのねライブ映像がですね地下なので電波が届かないみたいでね、切れちゃいました。なのでやむなくこんな感じで、ビデオを撮ってます。全容、はい、オープンで入っていきましょう。はい、実はもう用意周到で、料理は頼んでありました。こんな感じですね。お店はねスナック風のねカラオケもできるような感じで、こんな感じの本当に昼間なのに夜なのか昼なのかわからない感じです。いいでしょうこれ。700円のランチですよこれ。ね、700円のランチはこんなね結構本格的な感じでいい感じですよね。ね、近所の方がねメンマジが食べてきてますけど、ね、こんな感じのお店で全容、ね、2号店って感じの、ね、11時から3時までやってるのかな、ね、ランチで700円だそうです。これいいですよ、穴場ですよここ、ね、じゃあちょっと、ね、食べてみましょう。こんなかお店はねこんな感じね。所長もいます。所長、はい、こんにちは。どうですか、味は美味しいです。美味しいですか。なかなか ね、いい感じだよね。本当にねこういう感じで、これウェターミッチン、今日はウェターミッチンです。ウェターミッチンと今日はねカペ品とね、今日はねそんな感じです。スープ、ウェターミッチン、野菜炒め、ご飯、ね、はい、そんな感じでございます。全容です。